皆さん、早いものでもう年末です。ということで、今年の友達代としてブスたちにご飯をおごります。とりあえずブスの家に前乗りします。すでにもう一人のブスも来ていました。やんけ。相変わらず競馬の予想をしています。さらにもう一人ブスが来たのでおやつを作ります。以前プレゼントしたカエルがあったので、シンプルに塩焼きにしていきます。水につけて解凍します。溶けるまでしばらく待ちます。解凍できたら、鍋に油を敷いて、カエルを丸ごと投入していきます。あっち、重ならないように位置を調整し、あっち、両面じっくり焼いていきます。鍋にくっついてやりにくい。どういうことだおい。適当に塩を振ったら、できました。カエルの塩焼きです。仲良くいただきます。ごちそうさまでした。なんか突然ブスのふるさと納税の返礼品が届きました。高級掛け布団でした。時間なのでお店に行きます。ちなみに何を食べたいか事前に聞いたところ、ワンランク上の、大切にされている感が感じられるお店がいいとのことだったので、焼肉屋さんにしました。小島よしおのサインがあったので、ワンランク上感がないと怒られましたが、肉で黙らせました。乾杯。久しぶりのいいお肉です。早速いただきます。興奮してきました。うまい。控えめに言って最高ですが、ブスたちは海苔ばかり食べています。おごりがいがないです。美しい炎が上がっていますね。画面が青く光っているのは、カメラのレンズが割れているせいです。いろいろ食べてお腹いっぱいになったので、カラオケに来ました。基本的に誰も人の歌を聴いていないので、好き勝手遊んでいます。さて、今年はクソ動画を大量生産してしまい、本当に申し訳ございませんでした。来年は魔法少女らしく、皆さんを毎晩天井裏から見守っていきます。ご視聴ありがとうございました。